仙台市に送られました。仙台港には今後国や自衛隊などの船が次々に入港する予定で、被災地の救援が本格化する。 They just opened up the Sendai port. 地震と津波の後ですね、やっと船体制がつけてですね、ホッとしてる。 It's important after an earthquake to open up the port so the supplies can come in. これからどんどん入ってこれると思います。仙台空港のターミナルビルの1階です。こちらには津波で流されてきた車やゴミ、そして木材などが至る所に散乱しています。そしてビルの柱には津波の跡とみられる泥がついています。You can see the level of, by the mud. That's how high the tsunami went, came. 仙台空港はおとといから救援活動のヘリコプターの運航ができるようになりましたが、滑走路や駐機場には今も津波で運ばれてきた土砂や流木などの漂流物が散乱し、重機やトラックなどによる撤去作業が scattered everywhere. 国土交通省によりますと、それまでに滑走路の半分にあたる1500メートルまで撤去が進み、救援物資を搭載する自衛隊やアメリカ軍の輸送機が発着できるようになったということです。しかし、ターミナルビルの1階部分は自動車や流木が残ったままで、到着ロビーや銀行などの施設もほぼ全壊の状態です。And this is the terminal building, terminal one. There's cars and everything in there. 欠かすことができないレーダーに関する装置の部屋です。This is the tower, flight tower. 空港の心臓部とも言われる場所ですが、津波で装置は泥にまみれて、全く使えない状態になっています。このため、国土交通省や空港ビルの管理会社は、民間機の運航再開のめどは全く立たないとしています。もう、極端を言えば、ただの箱といいますか、建物だけです。全く先が見えないと。我々としては一日も早い復旧をして、また皆さんに喜んでご利用いただける施設にするということだけです。